今日のキックオフ広島はサンフレッチェ広島山崎大輝選手がスタジオ生出演、そして荒木選手と加藤選手のスペシャル対談の後編もお見逃しなく。さらに J リーグ参入を目指す福山シティフットボールクラブの活動に注目しました。キックオフ広島。選手同士の本音を引き出しちゃおうというこの企画、制限時間は10分。先週に引き続き対談するのは荒木隼人選手と加藤睦月選手です。続いてのテーマはこちら、サンフレッチェ広島加入。今シーズン途中に高校時代を過ごしたサンフレッチェ広島に戻ってきた加藤選手。なんか相談されてた、相談って言うとあれなんですか、まあ、行くかもみたいな相談とか連絡してて、まあ、一緒にできたら嬉しいねって話はしてました。まあ、来ても来なくても、まあ、その関係性は変わらないから、ムツが決めたように決めてくれってふうには伝えましたね。半泣きレベルで嬉しいって言ってますなんか、まあ、言うなよプライベートだろだいぶだいぶ個人的な内容だと思う。したらもうプライベートよく一緒にいるから多分ずっと嬉しいんですよね。ちゃうやちゃうやちゃうや、一緒におるじゃない。何ついてきてるだけや俺がいや逆についてこれてないよ俺に全然全然ついてこれてない。全然ついてこれてないもん。いきます。最後のテーマはこちら、はい、これだけは言いたい、これだけは言いたい。でも言いたいこと言ってるんだよねお互い。まあ何でもさ言うくない。まあまあ言うね。遠慮ないっすもん後輩のくせして、うん、やっぱこういう後輩がいないと成長しないと思う。後輩じゃないね俺に対してみんな後輩こんな感じじゃない遠慮ない純金平山常に日々成長してるし陰キャだよねって言われますそれはよく言うわマジ陰キャじゃんってよく言いますあともう本当家が好きなんですよ俺。結構アウトドア派なんで、だから、合わねえなと思って気が合わないなと思ってそれはなんか気が合わないだけのに陰キャやんとか言って罵倒してくるんですよ前日予約してくれないと女性あかんねんって。それはずっと前から新規とかに言ってんの。晩ご飯行こうも基本当日キャンセル。いや予定ないのにキャンセルする意味が分かんないこれは違う何もないっていう予定があったのに、うん、当日誘われたらそれがなくなるやんこうやって、うん、それがダメなの。それがダメ。前日から何計算がずれる。うんそう、まあ、確かに最近計算してるしね、いろいろとね、うん、最近あこれだけやりたいじゃあ言いますわ最近1週間1万円チャレンジしてるんですよ。1週間で1万円札しか持たずに生活するみたいな。だから現金で払うんですよ全部。だからその1万円を1週間で使い切らずに生活するみたいな。しかもそれを財布や封筒に入れて持ち歩いてるそうマジでダサい。あれはスーパーとか行った時めっちゃ恥ずかしかった正直。しかも一人恥ずかしくない。この人何しに来たの、何してんのみたいな。なんで封筒から出してんのみたいな。封筒からこうやってガーッとこうやって出してさそう計算してやるでしょ。やだわ迷惑だわ先週は1213円余りました。で途中でなんかやべあとちょっとしかねーとか言ってここでタイムアップ。荒木選手、加藤選手、楽しいお話をありがとうございました。こんばんは、キックオフ広島です。荒木選手と加藤選手の対談後半戦でしたけれども、はい、皆さんいかがでした。いや面白かったですけど、ね、荒木選手変人ですね、はい、封筒からわざわざ1週間1万円で1週間過ごせるかっていうことを、ね、やってらっしゃるんですね。変人ですさあということで今日もですね、はい、素敵なゲストをお越しいただいております、うん、サンフレッチェ広島山崎大輝選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ山崎選手は対談いかがでした、ご覧になって。やっぱ仲いいっすね、あの2人、うんね、仲いいですよね。常に一緒にいるの見るんで、うん、仲いいなって思いますけど。普段からああいった感じなんですね。まあそうですね、うん、普段からああいう感じ
なのと、まあ、ハヤト君はやっぱ 変人だなって共通認識ですね。さあ山崎選手はですねルーキーイヤーということで、うん、まあ、終盤となりましたけれども、うん、まあ、プロとして過ごしてきたこの1年振り返っていかがですか。そうですね、あの試合に出る時間はまだあの満足はしてないんで、うん、はい、もっともっと試合に絡んでいけるように頑張らないといけないなっていうのを感じてます。浩二さんから見て、はい、山崎選手プレイヤーとしてはどう映ってますか。まあ、守備の選手ですけど、はい、まあ、一番の魅力は何といってもビルドアップ能力が非常に高いなというふうに思ってます。まあ、本当に長いボール、はい、まあ、両足ね、そつなくこなせて、まあ、非常にこう正確性もありますし、まあ、攻撃的なこう守備の要かなというようなイメージですかね。はい、さあそんな山崎選手にですね今シーズンのベストプレーを選んでいただきました、うん、こちらです。さあこのシーン3月のルヴァンカップグループステージ横浜 FC 戦ですね、うん、山崎選手解説をお願いいたします。そうですね、あの翔君からバックパスを受けたタイミングで、うん、はい、あの少し前を見る時間があったんで、うん、でまあ日頃からこう一番前を先に見るっていうのを意識してるんで、うん、まあ、あとは本当ここに走ってくれっていうメッセージを込めてこう蹴りましたね。あの位置からその裏のスペースがはっきりと見えていた、うん、そうですね、相手のディフェンダーの状況とかはこう確認できてたんで、うん、こう食いついてる感じが見えたんで、まあ、ここに蹴ったらチャンスになるっていうのはこう瞬時に判断できたなと思います。小井さん、あのプレーなんですけれども、はい、非常にこう視野広いですよね。まあ、第一優先がまず、うん、あの遠くをやはりこう山崎選手は見れる選手なので、はい、まあ、そこにまたそのロングパスでその技術の高い正確なキックを持っているので、うん、まあ、そういった意味では本当に、ね、攻撃的な、うん、あの守備の選手かなというふうには思います、ね、うん、やっぱり山崎選手としても武器はこうロングフィードというところあるんですか。そうですね、ロングフィードであったりこうビルドアップで組み立てていくっていうのはあの売りにはしてますね。うん、小池さんから見て、まあ、ルーキーですよ山崎選手。でも非常にこう落ち着きがあるように映るんですけれどもいかがですか。いや、あの普段はなんか非常にこうお茶目な一面もね、うん、持ってる選手ですけど、はい、なんかあのテレビになるとなんかすごくなんかこう落ち着き払うな感じで必死で多分作ってた、ね、はい、まあ、普段から結構ねお茶目ですもんね。そうですね、まあどちらかというとそっち系とは言われますね今日もそういったねまた一面を見ていきたいと思いますけれども、うん、さあ続いては広島のアマチュアサッカーを取り上げる広島シュートです、うん、今日は福山から J リーグを目指すチームに迫ります。リンゴ地域の活性化と広島第二の J リーグクラブを目指す福山シティフットボールクラブ。チームは現在J リーグ5部にあたる中国サッカーリーグに所属。発足から7年目の今シーズン、サンフレッチェ広島 OB でこれまでに JFL や J3 のクラブを率いてきた上野信弘監督が就任。18戦無敗でリーグ2連覇を果たしました。私のまあタスクとして JFL に上がるということ、それに対して毎日毎日積み上げていきたいなと思っています。目標に向けてひた走るチームに今年の夏大きな転機が訪れました。彼らを応援するサポーターや地元企業の協力によって人工芝の練習グラウンドが完成。建設費用はおよそ3億3000万円。その一部はクラウドファンディングで集まった支援金や福山市の企業版ふるさと納税で賄われました。在籍4年目のキャプテン磯江選手は新たな練習拠点の誕生がさらなるチーム力アップにつながっていると感じています。まあ、河川敷でやってた時もありますし、まあ、自由が少なく、まあ、時間の規制であったりっていうのがあって練習できなかったりする時もありましたし、しっかり練習時間を確保できるであったり、まあ、以前から質の高いトレーニングっていうのをやってましたけど、まあ、自主トレでここが使えたりするのでよりまあ個人の時間を取れるようになって、まあ、それがチームに還元されて良くなってるかなって感じます。一方でチームを応援するサポーターからも喜びの声が。その理由がこちらの観客席。
練習見学だけでなく試合観戦も可能。直接その同じ芝生に入れるっていうのはすごいいいですね。上がりますね。サポーターも、まあ、選手のことももちろん見てるけど、向こうからもこっちは誰が来たっていう、まあ、認知もしてもらえるし福山シティフットボールクラブは JFL 昇格をかけて今週末から始まる全国の社会人リーグチャンピオンが集まる決戦の舞台に乗り込みます。去年、まあ、最後の大会で負けて、まあ、泣いてるサポーターもいましたし、共に喜び合えるのはもう JFL 昇格しかないと思うので、それができればより街も盛り上がっていくと思うので、そこ達成したいなと思います。グラウンドの中に観客席があるというのはなかなか面白いですね。そうですね、まあ、よりこうファンの方でしたり選手も身近に感じられますよね。選手もやっぱり気合い入りますよ ね、 これね入りますね。ね、こうした形をまた続けていって、まあ、サポーターもね、一体感というものがやっぱり生まれてくるんじゃないですか。そうですね、また、あのチーム力もね、アップしますからね。はい、そうですよね、ぜひサポーターを大事にですね、J リーグを目指していただきたいと思います。さあ、サンフレッチェは週末アウェーで札幌戦ということになりますけれども、山崎選手、意気込みをお願いいたします。まあ、残り3試合、はい、で、まあ、次あの札幌戦ですけど、こう残り3試合全部勝っていい形で終われるように